今回のレースは、とても最初から激しくてちょっとスタート失敗してしまって、自分の作戦ではスタートを決めて、1位で逃げ切ろうと思ったんですが、なかなかタイムが伸びなくて、でそれからとても激しいレースになって、自分的にはいきそうな感じだったんですが、ちょっと最終ラップにポジションを落としてしまい、裏ストレートでスリップストリームは使えなかったので、とても悔しかったです。